続きましては、飛鳥先生、愛子様、D 代表、こんばんは。うん、えムー6月号、地球内部の巨人見ました。あはいはい。不思議です。あ、私も拝見しました。うん、ボディコン、男、女、手が変、髪は真ん中分け、足はロングソックス、<laughs> それとも長靴。写真の分析結果はどうなのでしょうか。そして先生ここです。 いいいいやつなのかかかどう教教ええててくくくだだささ <laughs> 俺に聞あれはあのまずバード少将ってね、はい、あのこれ北極点を人類初めて飛行機で通過した人でアラスカ基地から飛び立って極点を越えた後しばらく飛ぶんですがその後彼は全く別の世界に入っちゃったでその時に彼は実はあれねあの後の B52 爆撃が 絶えずあの北極点を越えてロシアのギリギリまでもう絶えずあのいわゆる核兵器を積んで、はい、今はもうボタンスイッチでいきますけど、ねうん、もう当時はそうだったんですよ絶えず飛んでたそのためのルートを確保するために実は行ったのがバードだったんで,で入っちゃってで彼は当然、いろんな撮影機材を持ってましたから。 で16ミリでずっとその悪空間の世界、まあ、いわゆるアルザル<え>で撮ってたで人間もいるしマンモスもいるし、はい、でサーベルタイガーもいるしで恐竜らしきものまでいたいうん、それ全部これ撮ってるんですよでその中に巨人もしてたね、はい、であの大きさから見るとねあのやっぱり十数メートルあるよ<い>だから進撃の巨人だな<っ>で裏返せばそれでわかることは <laughs> アルザルという世界は地球が、えー、できて、まあ、いわゆるノアの大工水の前、はい、恐竜がまだ立てた重力の時代と同じ重力すなわち火星とほとんど変わらない重力だということは分かるんですよ今は十数メートルの人間歩けませんからね、はい、あれが歩けるということはそういうことなんですよあの,アの大工水以前の世界旧世界の重力そのまんまなんですよ。 で十数メートルとかほとんどかな新劇の,の巨人だよね<へ>であれが女性か男性かはからないけど恐らく胸がどうもないようなのでおそらく男性だと思いますね少なくてもでなんか一応衣ちゃんと着てますからね、まあ、そういう意味で言うとまあ文明人、まあ、いわゆる俗に言うとこの野蛮人じゃない、はい、まあ人間食ってるかどうかは別だけど少なくともあるだろうていう世界はあのー まあいわゆる聖なる人たちが結構。